やはりあれですね、イーサー、ビットコインあたりが週足水平ぐらいま来ると本当にトレンド変換を意識というかせざるを得ん状況になりますよね。ネタ的にはイーサーのハードフォークが確定なのかどうなのかってちょっと1個だけ記事が出てそこら辺は明確に定義できないから、まあ言うのは避けましたけど。はい、2019年2月28日、本日の仮想通貨時価総額と上位10トークにドル円の相場考察します。では仮想通貨の時価総額から見ていくと、それほど前日と大差ないアメリカドル換算の129ビリオン、上位ずらっと見ていくと一番上昇しとるのがバイナンスの 2% 弱、逆に下がっとるのがキャッシュ SV の 6% 弱と、まあ上下幅が 7% 8% ほどでそんなに動きはありませんねというのは時価総額から見てもまあ取れるかなと。では日本円換算の時価総額見ていくと14兆4210億で、まあ、ここら辺もそれほど前日との差はありませんよ、維持しとるとかそんな動きがない感じなのかなという感じ。はい、ではビットコインから見ていきましょう。週足はどうでしょう。タッチしてもタッチしてもタッチしてもというところ意識しますけどね、ここ、まあ、もちろん右下向いてるから騙しという可能性もありますけどね。ただ期待はやはりここら辺になるとしたいというところで、はい、日足はというところで 20MA に触りかけるということで逆に右下の方へベクトルが動いてますよねと。どちらにしろ瞬間的でも高値を更新しんことには上の 120MA には触れんから、まあ、やはり45ぐらいが欲しいとこですよねって。4時間見ると 20MA をまあロウソクがスリスリでレンジが続いてということで瞬間的にこれ安値をつけたもんで、まあ、4時間で言うと 120MA か、日足換算にしとんですけどそれが見たいからに瞬間的タッチしましたよと。まあここら辺をどう蹴りをつけていくでしょうかねというところで、ニュース的なネタはまあ特にはというところで、はい、次イーサリアム。とりあえず取引所ハードフォークなんか完了とか出とったんだけど1個しか出てなくそこまでなんか確定した情報ではないというところでちょっとここら辺は明記を避けます。で週足はまあ 25MA にタッチしそうしそうしそうという感じで、まあ、やはりハードフォークの期待感が個人的な中では高いですよね。日足は叩かれた 7MA に届きかけそうというところの瞬間的な安値が 25MA にタッチしたというところですか。まあこうやってやっとると 99MA が水平になってきているところで、まあやっぱり個人的には期待感が高いですよね。はい、次リップル。週足はまあ特にも変わらずやはり高値を更新しんことにはどうしてもというところで、なかなか最近ニュース的な話題もそれほど出てこなくというところでいかがなもんでしょう。日足は 7MA の下で 25MAに触りかけるというところでなんともですよねと。 99MA からお帰りは開いて4時間は 25MA 下向き 99MA を下抜いた 7MA の下にロウソクはいるとまあ条件的には下げですよねと。いやはやなんともというとこですね。リップルももちろん技術的にも期待しとるんですけど、はい、次イオス。週はなんとか 25MA に触れそうというところで、ここら辺を触ってちょこちょこしとるうちになんとか水平がなると長期的なトレンド変換を期待できますよね。日足は叩かれた 7MA に再度触りかけ 25MA との乖離は離れたままですよと、まあ、こちらの方が逆に上昇目線が見て取れるなぁと。4時間は 25MA に触りかけるも右下向き、一応は 7MA の上におると。上位の中ではまだ戻してきとる方という印象です他のに比べると。はい、次ライトコイン。週は一応は 25MA 水平、ロウソクもほぼ水平というところで、まああとはいつ弾けるかってことでしょうね。この状態がさすがに叩かれていくとなかなかあれだな、想像しにくいというか、水平になる前ならわかるけど、まあこれぐらいならいい、もうそろそろ信じていい頃ですよね。日足は叩かれた 7MA と 25MA の真ん中にいる一方、25MA の角度はついたままと。期待感の方が高いんですかね。99MA にも一応角度はついてというところで、まあ売っちゃっていく場、週足に勢いついてくるよな。4時間は右下向いた 7MA になんとか今タッチして、25MA も似たような位置、 7MA も似たような位置にいますよ、まあ、ってことは4時間だけで見るとレンジってことですもんね。まあ長期的な目線が本当期待がでかいんで、ここら辺でもう一発ぐらいはっていうのをやっぱ想像期待はしていますね、自分の中で。はい、次キャッシュ ABC。 週は一応は 7MA のまあ上にはいて、低い水準ながらもなんとか短期的なところは抜けてきたかな。まあ 25MA が出るんでちょっとわからないですけどね、この短い歴史では。キャッシュは 7MA の下、 25MA の上、これでようやく
399MA が現れたとこですか。ここで言うと4日足換算ぐらいか。まあ角度は右下ということで、ここら辺がやっぱあれだね、最低水平ぐらい、週足レベルぐらいまで本当欲しいところですよね。表示間は 25MA 右下、 7MA とロウソク水平、その 25MA の下にロウソクはいますよと。なかなか低迷というか、あまりここからは買っていく状況ではないよな。はい、次テザー。本当に今年はなんか何も出てこないというか、逆にそれが気持ち悪いテザーで、まあ毎度のごとくステーブルコインらしくそんなに大きな動きはありませんよと。強いて言うならここぐらいか、今日の朝方8時4分ぐらい、まあこれぐらいですよねと。コビがテザーをなんかビットコインベースじゃなくてイーサベースを扱い出した、あれ全然知らんかったですね。テザーあれだもんな、バイナンスでしか触ったことないし、直接ウォレットに入れた瞬間では多分自分の中ないです、ね、そこまでじゃなかったかな確か、うん、そんな覚えがある。ウォレットに入れた覚えはないですよ。まあ余談はさておいて、次ステラ。週は 7MA にタッチしたところで角度はまだ右下と。まあいかんせん安値を切り下げ取るのがなかなかあれですね、払拭できんなというところで、日足は 7MA の下、 25MA の上、まあその狭い幅の中にロウソクもいますよと。という声しか出んような状況 でそれがもう相場物語っています。4時間は 7MA の下、 25MA は右下、なんかもうほんとここで言葉が止まるような、やっぱ関わりたくない相場がもう本音というか、なんかあんま見とって面白くないよなって。はい、次トロン。週は 7MA の下、 25MA の上、その真ん中ぐらいってことですね。どうでしょう、ここら辺で一回うっちゃりを見せると25MA に角度つくんですけど、日足は 25MA、 7MA の下、しかし乖離幅はそれほどありません。耐えどころかな、ここらでちょっとなんか長いの食らったりするとカーンっていっちゃう可能性もあるし、まあごちゃごちゃして抜けていく方が自分的には可能性高いので、もちろんそこを待っとるんですかね。で4時間は 25MA 右下にようやくロウソクが触りかけたと。ここあれですもんね、3日ぐらいで見るともう完全なレンジがほんと続いとるというところで、やっと 25MA との乖離が狭まって、まあ期待的には上を見たいよなと。まあ再三言いますけど、そこを待っとるんですかね、抜けよ。はい、次はバイナンス。週足は今週はそんなというかちょっと低迷に終わりそうな感じですかね。まあ一応は 25MA、 7MA の上、微妙にはまあ 25MA 角度ついてきとるも、それほど大きな動きがない週なのかな。日足は叩かれた 7MA を一回タッチ仕掛ける 25MA の角度は変わりません。ここら辺で踏ん張って、やはり以前も言った通り 25MA に触らせるのはなんか強いよな。4時間は右下向いた 25MA を抜いとる状態で、これ仮想通貨上位の中では一番あれですね、早いですね。前日比で仮想通貨上位トークンの中で一番上げとるのがバイナンスの 3% 弱か。まあ上げた、まあ上げるは上げとるぐらいか、じりじり戻したって言われるんですか。これやっぱ強いな、素直。まあ感心せず最後はドル円。例によって昨日の終わったとこから見ていくと、短期を下げた1時間足ですけど、をロンドンで8時9時あたりで短期抜いて、そっからもう上昇上昇上昇、ニューヨークでも上昇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 、朝方叩かれかけ、アジアで下抜く、そして昼頃触りかけるも今まだ叩かれて現在に至り110円後半と。まあ昨日の水準よりは戻しとるとこですね。日足はなんとか 25MA じゃないわ、なんとか短期を抜くことなくロウソクのは上にいますよと。耐えたっていうのがやっぱあれですね、率直な感想ですね。週足はまあこちらは短期の上、中期は上向いてて、まあ中期は出るの遅いですからね。この短期があと水平になってこればおっしゃーっていう感じですか。とりあえずは下抜いて角度下抜くまで、こんなところぐらいまではまあ持っといていいんじゃないかなって。まあもちろんそこが欲しい状況ですけどね。はい、それでは最後は一番仮想通貨の中で本日強かったバイナンスに戻して、それでもまあ前日比に 3% 弱ですけど、4時間足で 25MA をロウソク抜いたっていうのは仮想通貨上位の中ではバイナンスだけだよなって。トロもくすぶっとるし、ステラなんか完全関わりたくない相場ですし、イオスライトグリーンはどっちかというと期待値の方が高いということで、その下がビットコインやイーサか、リップルがちょっとねという状況で、そんな中バイナンスが単純な移動平均線とロウソクだけ、まあ全部見とるのはビットコインは日本円建て JPY ですけど、他はまあアメリカドルペアのステーブルコイン USDT と見とるから、まあほぼアメリカドルと見ても、問題はない相場ですよね。その中でバイナンスがまあ一番本日は強かったかなと。まあそろそろ時価総額的にもなんとかこれで耐えつつというところで、やはりあれですね、イーサ
ダービットコインあたりが週足水平ぐらいま来ると本当にトレンド変換を意識というかせざるを得ん状況になりますよね。ネタ的にはイーサのハードフォークが確定なのかどうなのかってちょっと一個だけ記事が出てそこら辺は明確に定義できないからまあ言うのは避けましたけど、まあ、そこら辺が起爆剤的には一番最近はでかいのかなーって。 ETF とかの話はそんな最近出てこないしテザーもなんか鳴りを潜めてますしという感じで、はい、そんな感じで以上2019年2月28日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークンにドル円の相場考察でした。そんな感じで終わり。